どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、9月1日、阪神 VS 広島の試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神勝ちました !3 連勝ですね。えー、3連勝ってところで、 うーんまあ、その残り広島さんとの試合をね、すべて勝ったとしても勝ち越しというところにはならないんですが、まあ3連勝っていうところで、うんまあ順位的にもね、3位っていうところもある程度キープしやすくなってきたってところもあるし、 まあもっと言うと2位ってところも、まあ狙えなくはないという状況なので、まあこのままね、まあ練を続けていただきたいなというところですね。えっと、そして今日、コウコールドっていうところで6回裏途中で試合が中止という、まあ終わって、結果的に8-0で勝てたと。うん。まあまあ、その中身もなかなか良かったですし、まあこの状態を続ければ全然明日からも勝てるというふうに期待しております。 というわけで本日のスタメンオーダーはこちらになっております。ご確認よろしくお願いします。じゃあ、打撃陣から見ていきましょう。中野選手ですね。4打数無安打1三振です。ピッチャーゴロ、セカンドゴロ、三振、セカンドのエラーですね。うんと、ま、出塁はしてくれたんですけれどもって感じかな。その三振とかボール球振ってたりとかっていう部分はあったりするので、まあ、もったいない部分は非常に多いかなと思うんですが、 まあまあ積極的に振りに行く様っていうのはやっぱり中野選手のいいところではあるので、うん、まあ来シーズン改善してくれればいいなというところになっておりますと。まあ一個エラーあったのはまあ仕方ないかなとは思いますと。はい、続いては糸原選手です。4打数1安打1打点です。レフトフライ、レフテイのヒット、ショートゴロ、セカンドのエラーの間に1点という感じです。 うんと、まあ、一打席目のレフトフライとか、まあ、そういうのを見てたりすると、その、糸原選手らしさっていう、うんと、なんでしょう、まあ、しっかり触れてないっていうところにはなってるので、まあ、昨日も同じこと言ったと思うけれども、ま、こすったようなあたりで片手一本でっていう、まあ、それがめちゃめちゃいい状態の時があったら、まあ、レフト前に落ちたり、センター前に落ちたりみたいな感じでね、その、バットコントロールっていう点においてはめちゃめちゃすごいので、っていうところはあるんですが、 まあ今は状態そんなに良くない中で、その片手打ちみたいな感じになっているので、崩されているだけってなるとね、やっぱちょっと難しいのかなとは思ったりしますと。うん。うん、まあ、打点1はついてるけれども、って感じかな。その打点に関してはね。まあ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 、次回行きたいというところですと。はい、続いては近本選手です。4打数4安打1打点1本塁打です。センターへのヒット、レフトへのヒット、ライトへのソロホームラン、ショートへの内野安打という感じです。いやー。 近本選手、すごいですね。うん。まあ、ホームラン、まあ、正直、これで2本目なんかっていうような感じやんな。まあ、毎年ね、その9本、9本、10本かっていう感じで打ってきてて、まあ、今シーズンはまだ2本っていうところは、ま、非常にびっくりしてるんですけれども、まあ、まあ、打率3割で、ヒットの数も130何本か。まあ、村上選手に並んだみたいな感じで言ってたし、 ね、えー、ま、最多アンダー争いっていうところに関しても、まだ競り合えるっていうところになってますので、まあ、できれば、最多アンダーってところは取ってほしいなと期待しておりますので、頑張っていただきたいなと思っておりますと。はい、続いては佐藤選手です。4打数1アンダー3打点です。ファーストゴロ、レフトライナー、ピッチャーゴロ、ライテーの3点タイムリースリーベースヒットです。うんと、まあ、1打席目も、当たりは別に悪くなかった。 まあ強い打球ではあったのかなというふうに見てますし、まあレフトライナーってところ、まあ佐藤選手の、なんやろ、めちゃめちゃいい形で打ててるようなっていう感じではないが、まあ軽打という形ではある、まあ逆方向への、まあ大きな打球というところにはなってるかな。まあ強いあたりでは真正面で、まあ伸びすぎてしまったっていうところにはなる。うん、まあ。 角度がつけば多分いってるような当たりやねんけど、でも角度はつかへんような、まあ、崩され方にはなってるので、まあなかなか難しかったなというところにはなっておりますと。まあ4打席目でね、最終的に3点タイムリーっていうところをね、打って、まあ一塁線を抜けていくタイムリーヒットっていうところにはなってるので、まあこのね、そのタイムリーっていうところに関しては、 多分次に繋がるっていうところもあったりするので、まあ、この3点タイムリーっていうところをね、まあ、次回に活かしていただきたいなというところでございますと。はい、続いては大山選手ですね。3打数2安打2打点1ファーボール1三振です。三振レフトのタイムリーヒット、ファーボールセンターへのタイムリーヒットです。まあ、1打席目に関してはね、まあ、三振とかっていうのは置いとくとして、まあ、タイムリーカーブ、うーんと、まあ、結構ね、そのタイミング結構 こうな緩急あるんで、タイミング思いっきり崩されるかなっていう中だったんですけど、しっかりこらえてタイムリーになった。また大山選手がやってくれましたと。で、まあ、ファーボールに関しては、まあ、若干警戒されてる部分はあるのかなと思ってます。まあ、ストレートのファーボールやったからね。うん。まあ、まあ、大山選手っていうところがすごく出てきてるなっていうふうになってますし、4打席目、まあ、初球、まあ、ピッチャー変わった初球を叩いた。 まあ、ストレート狙ってたんやろうな、どこに来てもストレートやったら振るんやろうな、みたいな感じになってたんですが、まあ、それをね、しっかり捉えてタイムリーになった、まあ、今日2打点目っていうところもね、ほんまに素晴らしい形になっておりますと。まあ、打点もね、まあ、約80ぐらいまで来てますし、まあ、一応打点ランキングに、まあ、1位がね、とんでもなく離れてるっていうところにはなるんですけれども、まあまあ、2位というところでね、しっかりいい成績っていうところに感謝残してくれてるので、打率も2割7分1厘と、うん、どうなんやろ。まだ上がるんかなっていうような感じでね、 すごくいい形になってきておりますのでまあここまでねその打率も上がってきて打点も上がってるってなるとね30本みたいなという風に期待しておりますと。はい続いてはロハス選手です3打数1安打1打点ですファーストのエラーショートゴロセンターへのタイムリーツーベースヒットですうーんとまあエラーに関してはなんやろまあ別にこっちも んい当たりではなかったかなって中なんですけれども、ま、弾いたところ、マクブルーム選手が、その前に弾いてたら多分アウトやったんやけれども、横に弾いてしまったので、ま、セーフになった、ま、エラーになったっていう感じですかね。えっと、ツーベースヒットに関しては、んっと、 ま、基本的にはやっぱりセンターから逆方向に素直に打ったことによって、まあ、打球も伸びるしっていう感じですごくいい形にはなっております。まあ、低めの変化球ってところに全然手を出さなくなってきてるので、ま、打率も2割5分というところを、まあ、頑張ってここまで上げてくれたというところにはなっておりますと。まあ、正直ね、非常に厳しい立ち位置じゃないですか。まあ、実際こっちの問題もあるので、 その、成績が、ね、そこそこいいぐらいやったら、やっぱしんどいんですよね。ま、減俸してどこまで残せるかっていうところにはなってくるとは思うんですが、まあ、とりあえずね、その現状においては、成績としては、その、初期に比べるとよくはなってるので、まあ、このままね、校長を維持したらっていうところかなうん、まあ、期待はしております。 はい、続いては木南選手です。3打数2安打です。ライテイのツーヌ2ベースヒット、センターにヒット、サードゴロという感じです。え、ツーベースヒットに関してはインコースの割と難しいボールですね。まあ、木南選手割とインコースのさばき方めちゃめちゃうまいので、その、全然打てるんですけれども、まあ、割とドン詰まりの <laughs>、いや、マジでポテンっていう感じで落ちて、まあ、それをね、しっかりツーベースにできたっていうのは良かったと思う。あれはまあ、2回か。えー、2回という場面でもうユニホームドロドロやったからね。 うん、まあ別にね、そのドロドロになったらいいとかっていうわけではないんですけれども、まあ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 。 僕の推し、まあ、木並選手なんですけれども、僕の推しがね、汚れて頑張ってるっていうところを見るとね、おいいねって思ったりはするんですけれども、まあまあ、えっと、1打席目、2打席目と、すごくいい形で打ててるし、3打席目、サードゴロに関しても、まあ、当たりとしてはそんなに悪くはなかったので、まあ、木並選手もね、状態的には上がってきてると、まあ、打席数が圧倒的に少ないってところはあるんですが、まあ、打率が2割5分8厘まで、まあ、約2割6分ぐらいまで上がってきてるので、うん、まあ、守備においてもね、そのエラーとかっていう部分はないので、 でまあ、ここ最近という意味ではねだから、まあ、セカンドのポジションになるのか、まあ、分からんけれどもここでポジションを奪っていきたいなというふうに期待しておりますと。 はい、続いては梅野選手です。3打数無安打1併殺です。キャッチャーへのファールフライ、セカンドへの併殺だはサードゴロという感じです。うんと、1打席目のキャッチャーファールフライっていうのは痛かったね。うんまあ、なんだかんだ勝ったし、先制できたしっていうところにはなるんですが、うんと、この時点で広島さんが前進守備引いてたんですよ。だから、まあ、ゴロ打てば、何かしらはね、抜けやすいという、 守備位置になってたので、まあ、高めは割と捨ててもよかったんかもしれへんっていう風にね。その、低位置やったらば、外イアフライを打ちに行こうっていうのは、ま、あわからんでもないんやけれども、まあ、だから割と高めのボールを手出していくっていうのはわからんでもないんやけれども、ま、全身守備っていうところを考えると、とりあえずバットに当てて、ゴロを転がせば、 まあ、ヒットにはなりやすい、抜けやすいよねっていうところはあるので、そこに関してはね、1点を取りに行くっていうバッティングが期待したかったかなとは思うが、まあまあ、ガイアフライを打とうとしてるっていうのはもう目に見えて分かったので、まあ、それはそれなのかなというところですね。<laughs> えー、閉札に関しては何とも言えないというところになっております。はい。えーと、うん。まあ、ね、なんだかんだ、その再起投手を6回までちゃんと引っ張って0で抑えられてるっていうところに関しては良かったと思っておりますと。 はい、続いては佐伯選手です。2打数1安打、1三振です。三振セカンドへの内安打です。えー、とりあえず1安打という、まあ、めっちゃくちゃ久々のヒットって感じですかね。まあ、次回も期待しておりますと。はい、最後ですね、ヨーカー選手です。1打数1安打です。レフティーのツーベースヒットです。ヨーカー選手ね、この場面でしっかりツーベース、まあ、ツーベースっていうか、そのヒットが出たっていうのは、次にめちゃめちゃ繋がるので、このヒットめっちゃ良かったですね。次回も期待しておりますと。 じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手一人ですね。佐伯投手です。6回投げて92球、3安打9三振2ファーボール無失点です。まあ、2ファーボール正直もったいなかったなというところにはなっております。正直な話ね。ただ、そのファーボール出そうが、まあ、極論ね。その極論なんですけども、ランナー出しても点与えへんかったら何でもいいやんっていうところにはなるので、まあ、それをしっかり、まあ、体現できてたし、 三振めっちゃ奪っとったね。まあ、ストレートがまずめちゃめちゃ良かったっていう大前提があったので、効いたっていうところはあるんですけれども、フォークがもうめちゃめちゃ三振。まあ、空振りがめっちゃ取れた。まあ、たまーにカーブ、まあ、スライダーみたいなボールで、まあ、緩急みたいなものは使ってたりするんですけれども、基本的にはガンガンストレートで押していって、決め球はフォーク。いや、ほんまにめっちゃ素晴らしかったですね。まあ、あともっと言うと、その、 今日の一人目のバッター、野間選手に対して、まあ三振でアウト取れたってところが、まあ高スタートっていうところに繋がったんやろうなとは思う。あそこで投げ負けてフォアボールとか、まあ、 んー、ま、嫌な形でヒットっていう感じで打たれてたら、ま、結果としては変わってたのかなっていう風には思うので、ま、先頭からね、ガンガンストレートで押して、ま、最終的には正直いいボールではなかったかな多分抜けフォークがっていうところにはなるので、その、めっちゃいい形で三振取れたかって言われたら微妙なんやけれども、結果としては三振取れたっていうところになるので、めちゃめちゃいいスタート切れて、ま、結果的には6回完封完投っていう形になっておりますと。 ね、えー、ほんまにいい感じですね。来週は確か試合がないのかなってところがあるので、まあ、抹消されないかもしれないんですが、まあまあ、それにしてもね、その次回の登板に期待できるので、ほんまに、ほんまに、まあ4勝1敗か。で今シーズンあともう2回ぐらいかなえー、そこの2回っていうところでもね、2勝期待しております。 はい。というわけで本日は9月1日、阪神 VS 広島の試合について語らせていただきました。ね、3連勝っていう形でね、まあ、阪神にとってはすごくいい形になっておりますと。うんと、明日から巨人を甲子園に迎えてってところにはなるので、うん、まあ、4連勝、5連勝、6連勝みたいな感じでね、まあ、最後の最後まで戦い抜けたらなというふうに期待しております。 というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概ロンの方に Twitter と Instagram の方にリンク貼ってるんでよかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。